なぜか言ったら今のやったらストライクですから、はい、みんな今のピッチャーってのはあれからボール投げてくるわけですよ、ワンパンになる、それをどう見送れるかどうかなんですよね。で交流戦中に坂口のいい時に加藤さん伺ったらやっぱりどっしりしていたというお話がありましたよ ね、はい、ですよね、はい、で軸がしっかりしていてうまく回転ができていたという話を今はもう本当に当てるだけですからね、はい、特にこの左バッターというのはファーストに体重が移りながらファーストベースの方に走りながらでもバットを打てる、はい、バッティングできる、バットの芯に当てることができるんですよね、はい、器用な人は、で打球はレフト方向に飛ばす、これが、まあ、右にはできない左独特の打ち方ができるんですけど、そうですね、田口送っていきます、送りバント成功、ワンアウト二塁、1回の裏オリックス得点圏にランナーを送って先制のチャンスです。ですから、ま、ヒットが出たといって、ね、結果はいいんですけども、万全ではないよという、うん、調子が悪いっていうんじゃないんですけど、はい、こう平均して1年間トータルのことを考えて、はい、やっぱり、まあ、この辺になってくると、ええ、1シーズン通して波の少ない選手になってほしいわけですよね。あ、そうですね、確かに波というのは大きくありましたもんね、はい、4月5月苦しんで交流戦もよくでこの7月ちょっとまたその波下の方の波が来ているという状況の坂口、今日は先頭バッターでヒットを飛ばして田口のバントで二塁に進んでいます。後藤です、2割4分2厘です。今日は2本目のヒットを放ったわけですが今日の坂口はどんな印象でしょう、加藤さん。もう悪くはないですよ、はい、少しインコースに来るボール、はい、あるいは真ん中から外に逃げていくボールが甘いボールだからああいう結果になってるんですけど、はい、あれがもうちょっとコースに厳しくなると体を動かされてしまう、あ、低いボールになってしまうと上体の方が先に出てしまう、はい、こうなってくるとやっぱバットの芯に当たる確率が低くなってくるんですよね、まあ、そんな投球への対応ですね。いいんですよね、はい、今日の小野からは2本のヒットを飛ばしている坂口です。初回と同じような感じ、先頭バッターが出てバッター2番の田口がここは送ってくるんでしょうか、バットの構えをしています。初球バントを決めました、送りバント成功、ワンアウトランナー2塁です。いや、これすごいのは加藤さん、田口が1回とこの回いずれも初球でビシッと決めてますね。こういうとこですよね、はい、目立ちませんけどもやっぱり貢献してますよね、はい、攻める方にもリズムができますね、これでね、できます、バント失敗ファールっていうのがあったりするとなかなか乗っていけないところがあるかも分かりませんけども、今しかしベンチに入ってバットも持っててニヤニヤしとったっていう勘違いなのかな。あ、今はそうですか、うん、自らバンドやってしまったとか、あ、はいはい、一見そんな表情にも見えましたよね、見えましたね、はい、